今日も動画見ててありがとうございます。今日はですね、腕がね結構痛いっていう方って結構いらっしゃるんです。最近多いんですね。スマホとか PC とかなんかこうやってて腕が痛いよっていう方、特にこの肘から手首までがちょっときついなとかいう時にぜひですねちょっとやってもらいたい体操っていうのがあるんで、今日はね、動画を撮ってみます。でまずどんなことをやればいいかっていうとですね、ここにですね肘から手首までっていうのは尺骨って言って小指から小指の側にね尺骨っていう骨と頭骨っていう親指側の骨の2本があるんですよ。でこの骨ってですね結構ですねPC とかスマホとか使ってるですねねじれてる可能性ってすごく多いんですよ。ねじりすぎてるというか。でこのねじりをですね少し緩和させながらですねちょっと体操をねしてみたいと思うんです。でちょっと動画だと分かりにくいんですけどちょっとやってみますね。まずここ2本の骨があるって言ってましたよね。はい、尺骨と頭骨っていう、親指が頭骨で尺骨っていうんですけど小指が。でこの頭骨のところをですね指4本の指片方の指でグッと押さえています。で押さえながらですね内側親指側にグーッとこういうふうにちょっと内側にこうしてもらうんですね。こういう感じで自分の内側の方にグッと。でこの腕はですね腕はちょっとグーにしてます。グーにして外に行く動きをちょっとしてみてください。わかります？腕は外に行く動き、この手は中に行く動きをすると結果的にですねちょっと何やってるか分かんないと思うんですけど2つの動きが出てくるんです。こっち側に行く動きとこの内側に動く動きでこうなるんですよ。グッとこう2つの動きが加わってます。でここからですねちょっと頭をの上にですねこう頭の上に上げて今みたいな動きをこうしながらですね、はい、息を吐いた時肘曲げて吸った時に肘をですねぐーっと脇を伸ばすような感じでこうやって伸ばしてみてふーっと息吐いて息吸って吐いた時肘曲げて息吸った時に吐いて肘を伸ばす、脇を伸ばしながら今みたいなねこのグッと押さえながら息吸って吐いて肘曲げて息吸って吐いて伸ばすって、はい、これやってみてください。息吸って吐いて曲げて息吸って吐いて伸ばす、はい、今この手の動きはねじゃあやったままですよ。今度逆もやってみましょうか。左手を出した右手を出してもらってですね親指側をこっちグッと内側で手首は外という形で両方の動きをしてますですね。でこのままですね頭の後ろに乗せながら頭の後ろにしながら今の動きをしながらですね息吐いて肘曲げて息吸って肘をこう脇を伸ばしながら肘を伸ばす、息吐いてで鼻から息吸って吐いて肘曲げてで鼻から息吸って吐いて肘伸ばす、鼻から息吸って吐いて肘曲げてで鼻から息吸って吐いて肘を伸ばす、でこんな感じでちょっとしてみてください。で今腕がねちょっとどうかなっていうのを何回かね繰り返してね見て自分の痛さとか緩和してるかなっていうのを、確認してみてください。で何回かねちょっと一日、ね、やってもらうと結構楽になると思いますのでぜひやってみてください。今日もありがとうございます。